お疲れ様スラットです。今日はですね、こちら進化0枚 VS 進化8枚やっていきます。さあ今ですね、こちら限界突破フィーバーというなんと進化枠を8枚までデッキに組み込めるなんかおもろいモードがあるんですけど、今日はね進化なしでそれをねあえてやっていこうかなと思います。まあ、なのでちょっとね、進化したこのボンバーとかナイトとかアーチャーはデッキに入れちゃうともう勝手に進化しちゃうので、もう使うことすらできないっていう、結構なんか使うカードもね絞られちゃうんですけども、まあ勝てんじゃねってことでどうだろう、わかんない、何がいいのかわかんないんですけど、はい、ちょっと残った進化してないやつらでね頑張っていこうかなと思います。さあどうなんだろういつもねそのマルチとかで頑張っても進化2枚 VS 進化なしとかなんで、進化2枚にはまあ頑張ればね勝てる見込みありますけど、進化なしに勝てんのかっていうね、進化なしで8枚に勝てんのかっていう話なんですけど、はいいやこれマジでナイトも進化するしドリルも進化してくるんでね、初戦はディガーポイでね、ちゃんと守ってディガーでカツカツ勝てたらいいなーなんて思います。スケアイスピ進化ね、まあ、これで勝てたらねそこまで進化重要じゃないかもしれないみたいな、やばいちょっと待って、下手かさ、金あれ射抜きたくてさ、よし、いやいいよ今んとこいいぞおいさあ来るよこの後進化ドリルがね、ザップか、あー進化ザップねいや、マジアチとかもな、進化してくれたらな、おもれんだけどな。めっちゃ回転早いな、嫌すぎるな、なんだろう。よっ。いや、まあ、許されんじゃね？いや、許されるっしょ、これは。ちょっと待てよ、いやドリルを完全に守ってマジアチャで射抜き勝ちすればいいんでしょ。進化ボンもいんのやばいな、いやもう射抜くしかないよな勝ち筋入らない、よし待って、これやばい、いやもうマジアホすぎる俺のコツコツ大作戦がもう、やばい、進化スキャンも来んのかこれ、やめて、よしよしよし、まあ全然あるな、いらんかったか、マジ頑張れそう、ちょ本当に勝ちたい、これ俺これが一番いいなと思ったデッキなんですよこれで勝てなかったら勝てないってデスラ邪魔だな、相手の呪文なんだこれ、進化ザップだけか、待ってやばい、ボム偉い、残る、いやマジであるぞ、いや進化テスラやばいな、やばい、それ拾ってくんのもマジで進化テスラグロすぎん、突破できんのかな、いや冷静だね、ちょマジで本当にごめんなさい、進化鉄だけ勘弁してくださいやりこ弱っ、ちょマジでなんか勝てそう、
今日はガチ。今日はガチな日。トルネ圏内。オッケー。まずは一勝。いやでもなんか苦しいような気もしたけど、全然余裕だったか。余裕だったかこれ。どうだ、ちょっともう一戦このデッキでいくか。他のデッキのちょっとパターンがね少ないんですよね。なんだろう、ウォールブレイカーもバレルも使えないんで、枯渇系基本意味ないっしょ。ブッシュとかになるような。わあ、親衛隊か、止まんのかな。よし。いや、このファイスピがね、うっと入れてないけど、めっちゃ活躍してるわ。これ固まるかな。最速。よし。確実にね、ダメージを稼いで、進化ウォールブレーカーね。まあまあまあ。新兵隊ドリルウォールブレーカーやばいな。守れんのかな。だるいな。まあ近畿できるのはでかいか。うわでか、完璧すぎないか。からのちまちま削って近畿できましたと。まあ、進化ロケホをケアしたいなっていうのも思いながら削りたい。いや文句、マジお前は天才。熱いな。いやマジでさ、進化にも戦えるカードも文句と交わっちゃうしかないっていう話する。逆に文句と交わっちゃあれば進化に戦えるっていう。こいつらもう進化並みのね強さを持ってるっていう。いやー怖いよ。いいよ、進化ロケコもあんな。一応すぐポイズン打つよ俺。それロケホン文句に熱い。近畿ぐらいどうでもいいか。すごい、待ってやばい、許容できる。だから、うん、すごい、ここにドリル飛んでくることないって。普通どういうことどういうこと、ここにドリル飛んでこないやろ普通は。え待って、交わっちゃう。あ惜しい、惜しいな、交わっちゃう。まあまあまあ、怖い、なんだこれ。いやあるね、勝ったんじゃない。まだ勝ってないですか。射抜いてもいいが角度が難しいな、こいつの突っ張りで。左許容できるんで、ちょ右だけ本気で耐えたい。これマジ怖い。え、これ熱すぎ？もしかして。やばい。やばい。なんで？進化スキル。やりすぎだって。危ない。うわい。さあディアポイ。
進化なんかなくたっていいんですよと。いやちょっとデッキ変えようかな。このデッキなら参る、参ます。はい、さあ次はメガラムやってみようかな。なんか進化してなくて強いのってプリンスとかね、まあゴーストユーノ、またインドラとかもね結構優秀な気がしたんで、まあなんかこんぐらいでも強いイメージがあるキャラじゃないときつい気がするんでね。さあやっていくか。カズヤくんよろしく。まあ何の進化が来るかっすよね。まあ進化すけね、進化ボンね、まあこの辺は入れとくっすからね。バルキリーね、いやいいね、普通にインドラが刺さんの。ドリル近畿できんこれ。いやでかっ、ユウの滝行ってる、熱い。インドラワンチャンジクラン、こうボンバースケ咲いてて、まあ一応バルキリーがあるけど、マジ勝てそう。えないぞ、おいおい、からの、おい、普通に勝てそう。あんま進化って関係ねえか。なんか逆にか、この進化8枚モードだとなんかデッキがバレルかウォールブレイカーかドリルかロイジャイか、まあ新衛艇か迫撃かゴブジャイかみたいな、ある程度限られるんで、限られるからこそもう普通にこういうメガナイト的なのが強かったり、まあ限られるって言っても意外と高かったか。いやー強いなー、こういうの見ると。まあこっからだよな、進化テスラとかあったら突破できないかもしれないしな。やべ、その逆に相手なんか攻めるだけ攻めて防衛すること忘れてんだよな。さあテスラね、まあでも1本落ちたんで、あとはなんか適当でもいけそう。いやーいいね。普通にメガラム強いだけみたいな、ちょっとあるけど、これ捨てちゃってもいいな。うん、無理に守らない。問題は、まあ、ここを突破できるのかって話なんですけど、できました。全然強いな、このデッキがいいのかもしんねえな。こういうのもいけそうな。枯渇デッキで、ね、いやどれも進化してないっすよね。まあなんかヤナミ入れとけば、正直このモードは呪文が十分みたいなイメージあるんで、まあそれ以外なんか適当に入れとけば意外と進化が関係ないっていうね。もっと進化カードの幅が広かったら、てかまあ相手の使うデッキかあれなんですけど、なんかドリルとかまあロイジャイとかあんま使ってこねえな、みんな同じようなデッキバーなんで、意外とこんなので勝てそう。やべ、ニコス返して帰ってこねえのかこれ。うわー、今のソウルコールのニコスなくなったの痛えな。まあ攻めますか。さあ高回転ドリル、くっさ、やばい、後ろに戻んないで。よし、え待って、草が
やべ、キンキン。うまいな。まあ、進化バリケラあるんで。進化じゃねえか、通常。いやー、次の進化ドリルや。守れりゃええ話ね。まさかの右な。やばい。いや、でもいい。耐えてる。しかもブッシュが、おはよう。一発？いや、いい。十分。いや、1217か。にゃんか、やだ。吸引力高すぎん？あんた。何それ。いや、まあ本命ディガー削りなんで、一応進化ボンとかもいたか。入らんのんじゃない？なんで入るん？それ入っちゃダメ。やばい、危ね。テスラよくねえ。え、これ。おつい。モルキリグイの。ここで回る。削れ。んー、しぇー。マジでありそうな。生まれないよそれは。いや、ちょっといい攻めしてる。スケバレの落下か、キアが入って、おい、コカスでも勝てます。いや、バレル欲しいけどね。バレル欲しいけど、バレル進化しちゃってんで使えないんでね。こんな枯渇しかできねえわ。さあ次はエリゴレなんてものでも勝てるんじゃないのか。ゴリオス。関係ない。進化とか進化じゃないとか関係ないね。こっちはエリゴレやね。エリポンもいてね。ボードとかも少ないと思うんでね。そこの作戦も利用して、エリポン来い。よし、ウォールブレイカーか。いやー、いいね。ウィザードはそのためにいるんですよ、うちの文句。反射王子、反射でウィザードって解けんのかな。いや、まあエリポン行きますか。ここを耐えることができればっていう話。しょっぱ。まあこれは頑張った方です。これ頑張った方ですね。いや、これエリポンか悩むな。行ってもいいかもね、ここ。でも進化ウィズとか来んのか。行かなくてもいいかも。うん、よし、行くぞ。この次しかない。俺は進化ミス頑張れるかな。え、強すぎんそれ。頼みます。
書く。書くで。本当に、お前強すぎよ。ああ、やば。恐ろしいな。ああ、ダメなんや。マジか。ちょっと強すぎない進化ですわ。進化リザード。エリゴレはダメらしいですね。はい。いや、俺、正直余裕で勝てる気はしてたんですけど、エリゴレはダメらしい。あとはシンプルにね、この高回転圧着移動服とかも、まあ、デッキの完成度は高いんでね、まあ、進化なくても全然マイルデッキじゃない？進化いつも使われててスケアイスピとかなんで、まあ防衛できるかっていうところが怪しいですけども、初手ロイフグでダメージ稼いで逃げ切る作戦。いいよ。初手ロイフグで1000ダメージか。せっこいな。元気できる、熱い。ウッドネームが悪いのはね、元から一発耐えるな。さあ、進化ロケコ、進化コウモリ、進化ザップね。で、進化ドリル。いいなあ、進化いっぱいいて。迫撃か。まあ、削っとくか。進化迫撃の受けとかちょっと怖いね。いや、初手芸の先段でかすぎるな。やばい、若さが。頼む。いい。厄介。これ強くね。いや、いい。うわー、深海スピやばすぎる、それ。かわいそう。一発？おい！ナイス。さすがに。なんか来ると思ったなー。圧着いついよ。意外と突破できない。いや、でかい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 。まあこんなんクエイクぶん回して勝ちだけど、端前ボンバーをケアしちゃったりもね。世界最速クエイク回し。早すぎー。いいねー、圧着移動服。まあ、やっぱデッキの完成度が高ければある程度はなんとかなりますね。あとはバルーンとかもやってみたりね。ダガーガルか、よろしく。進化スケとか進化ナイトがないバルーンなんで、どうだろう、通るかな。まあ縦文句なんでちょっと固めにはなってるが、ロケコね。いや、ヤナペ強すぎるな普通に。
優秀。さあもうこっから文句バルーンでディガー飛ばして雪打ちは勝てねえかな。テスラ強いんだよね。トルネだけ本当にやめてほしい。さすがにないことを祈るしかねえかな。マスクでもいいよ。いやこれうざいぞ。これボンバーの竹を取らない。奥目のディガー。やべ。ユキのエイムがもう一発。ほい。ほい。やば。なんか普通に相性よくね。なんでこんな相性いいの来たんっていうぐらい良さげなのは来てるが怖かったり。やばいそれ。マジでドリーム起きそう。ちょマジやばいこれ本当に。やばいマジやばい。うお怖すぎる。終わってたな今。終わってたな。なんかあと一歩噛み合ってたら。進化スケ良くないな。こうやってみんな夢つかまれんだ。ああまあ落ち着いてね、こう許容することも大事なんでしょう。こういう状況は進化バルキリーもあるんだね。俺もう攻めなくていいや。一本打ってもう逃げ切る作戦。いやもうエイム悪そう。雪玉ですよね。いやコードラ文句って異次元だな。本当に何にでも戦えるやん。なこいつ最強カードすぎん。こんにちはロッコ。おいナイス。強くない。なんかまあデッキのほんと完成度が高ければあまり進化も関係ないように見えて、まあ相手のデッキが限られてるだけみたいなね。全てを守るディガっぽいロケなんてものもあったりします。勝てっかな。相手の進化を完璧に守ればいい。まあこれで勝てたらもう最強か。キンキして。足前ロケコだけやだな。いやいいよ。削り、はいこれでダメージリード、はいこれでダメージリード。キング起動したい。高回転ドリル嫌すぎるんだけど。うわー嫌すぎるんだけど。何これ。ちゃんとポイズンもね。いや絶対ロケコかボンバーかあるよな。そりゃそう。これで入んのは納得いかないですけどね。ダメージマケツになってきたな。いやーザップせ許してくれ。はいごめんなさい。ごめんなさい無理でした。はい。
さすがに調子乗っちゃったかな。ああすんご、こんな言われる。ここまでされなきゃいけないか、ごめんなさい。はい、まああとはあんま思いつかなかったんで、なんかミラーでもしとくっすわ。ディガーが使えるのがありがてえな。さあゴーストでドリル拾って、バレルにはウッド回って、マジアチャで削り回って、スケトラは相手きついと。勝ったやないですかこれ。いやディガー潜るの早っ。いやその高回転ドリルばっかええって。射抜くよ。マジアチャマジでこいつ進化してんのかっていうぐらい優秀だな。ポイズン、これ禁止します。はい、100-0で俺が悪いです。いや今のも禁止できたわ、もったいねえ。ちょ待って、もったいないよ。進化したかったな本当に。進化ないと進化ボンか、ちょっと怖いね。おい、そんな射抜かないって俺も。来るぞー。やばい、そのまあちょっと痛いぐらいね。え、おいつ痛すぎ、諦めた。そんなことある。親フライ一丁、もう一戦いっか。やっぱちゃっちゃキング起動すると相手のちょっと強いね、進化とかも普段よりも楽に防衛できると思うんで、禁忌したいな明らかに。禁忌しなきゃきつい。うわ、いい穴埋めや。さあロイジャイね、守れるかな進化ロイジャイ。これ進化ナイトとかも来たらさ、あの進化バルキリーだったか。守れるかなマジで。ボーラーいるわ、お前進化じゃねえだろ。紛れてる。いや全然気づかんかった、ボーラーやん。なんで。わざわざボーラー入れるほどか。ボーラー入れるぐらいならなんか適当にね、落ちてる進化使っときゃ。いやもう良すぎるそんなレイジー、タイミングがエロいな。ウィザードね。この怖い。
だいぶ。もうまだ、もうさっきから諦める相手多いな。お前さあ、ナイス。あー、攻め通んねえわつって撤退されました。おじいじいですね。まあなんか進化にでも戦えるユニットは結構限られる気がしますね。ディガーだったり、マジアチャ、モンク、まあプリンスとか、ちゃんとなんか強いカードは張り合います。というわけで皆さんもぜひ限界突破ヒーはね、進化0枚で挑んでみてください。よければちゃんと高評価も押したすだ押したまだに、ね。